ダイブは森江戸による水泳の飛び込み競技を題材としたスポコン青春小説。2000年から2002年にかけて講談社より全4巻が刊行された。第52回小学館児童出版文化賞受賞作。2006年に角川文庫より文庫版が発売された。2003年に NHKFM の青春アドベンチャーでラジオドラマ化、 熊沢直人監督で映画化2008年6月公開。また、池野正宏作画で漫画化されたものが、週刊少年サンデー2007年28号より2008年27号まで連載された。2017年より、紅れない縛るずる作画による新たな漫画版が、ヤングエース2017年7月号から2018年10月号まで連載された。 2018年9月に舞台版が上演された。2021年4月より、テレビ東京、ドラマホリック、枠にでドラマ化された。坂井智樹の通う水木ダイビングクラブは赤字経営による存続の危機に陥っていた。窮地に立たされた MDG のもとに現れた、新高チ朝木佳代子が提案したクラブ存続の条件は、次の年のオリンピックに、 MDC から日本代表選手を送り出すというものであった。学生ならではの悩みも抱えながら選考会に向けて四キたちの過酷な練習の日々が始まった。声の項はテレビアニメ版、縁の項は映画版のキャストを示す。舞台版のキャストはキャストを参照。原作では詳しく描かれていない北京合宿編に登場する漫画オリジナルのキャラクター。 2008年6月14日公開。林健と池松壮介、溝端淳平の10代の若手俳優3人が主演を務めた。2017年7月より9月までフジテレビの痛みな他にて放送された。アニメーション制作はバッテリーのゼジ g が担当した。同年11月22日に全12話を収録した。 ブルーレイディスクボックス完全生産限定版及び DVD ボックス完全生産限定版が発売された。ダイブ・ザ・ステージというタイトルで2018年9月20日から30日にシアター1010 10、10月6日から7日に森の宮ピロティホールで上演された。2019年1月には DMM Pictures よりブルーレイ DVD が発売されている。 2021年4月15日から7月1日まで、テレビ東京系の深夜ドラマ枠、ドラマホリック。枠で、木曜0時0時40分に放送。主演は、井上瑞希、高橋優と、佐久間達。ッありがとうございます。